よし、どうぞ、こちらミネットです。さあ、集まれた交通実況、続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、まあ、このね、縦板の柵ってあるじゃないですか。この縦板の柵を、こっから、この街灯の後ろ側に配置していって、ここに蜂をおびき出すことによって、どうやらですね、蜂が街灯にくっついてしまうバグがあるらしいんですよね。今回はそちらの検証動画やっていきたいなと思います。まあ、俺もこれ、海外掲示板のレディットで見かけただけなので、正直成功するかどうかっていうのは分からないんですけど、とりあえずまあここまでやってしまったから、まあ成功させたいなっていう気持ちがありつつも、もう1マスぐらい、もうちょっと花壇壊して、まあこんなもんですかね。こんなもんにしておいて、早速蜂呼んでいきますか。あまりにも位置が遠いか。これは同じ速度で走ってるんでしたっけ、蜂って。俺の方がちょっと遅い、どうなんだろう。グミちゃん、ちょっとごめんな。危ねえ危ねえ危ねえ、グミちゃん危ない。大丈夫かな。ふっ、オッケー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 。ここまで来たら、カメラ起動して多分走ってったら街灯にくっつくんですよね。離れることによってなぜか蜂が街灯にくっつくんですよね。これマジで謎なんですけど、この状態で住民さん呼んできたらどうなるのか、早速試していきますか。ちょっとやだ、あたいなんかに話しかけてないで、早く逃げなよ。なんだよ、ももこ。あ、逃げてる逃げてる。あ、ももこか、ももこがすごい速度で逃げています。どこまで逃げる。あ、そこまで逃げたんだ。そこまで逃げたら安心だね。あ、めっちゃ逃げてってる。あ、そっちは行き止まり。どこまで逃げれる。あ、ちゃんと役場の後ろ側に入ってった。いや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 、むしろ近づいてる、むしろ近づいてってる。めっちゃ焦ってる。このさ、縦板の柵一個ずつ回収していこっか。黒ひげ危機一発ですね。うおお、ビビった、マジでビビった。今あつ森やってて一番ビビった瞬間かもしれない。焦った。ここまでのようですね。これ回収したらどうやらダメみたい。ちょっとさ、カーニバルイベントの時に出してみようぜ。来た。ここの位置だったらやりやすいんじゃないか。頼む、グミちゃん、どいてくれ。オッケー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 。ふっ。しゃー、プロカメラ起動して、この間にずっと走ると。そしたら、いや、来てないな。よっしゃ、行った行った行った。これでどうなる。みんなに話しかけていこうか。危険なものがついてきてるわよ。あなた蜂に何したの。ふふん。みんな逃げていく。こっちに来るな、近寄るんじゃねえ。みんな逃げていく。逃げる逃げる逃げる、みんな逃げるんだ。危ないぞ。ごめんなさい、今こっちに来ないでいただけますか、グミ。えなが、みんなもうカーニバルどころじゃなくなった。大変だ、大変な騒ぎになっちまった。あ、浜辺側まで来た。これ以上逃げることはできない。ダメだ、これ以上逃げれないと悟って浜辺側で放置することになったようだ。キャロラインちゃんどうする。むしろ近づいていく。なんで、なんで危ないと分かっていながら、分かっていながらなぜか近づいてしまうキャロラインちゃんです。最後にさ、ここに近づいてったらどうなんの。お、あそこで。そうなるんだね。